喉乾いた。でも本当にいるんですか、そのヒューマノイドタイフーンでしたっけ。なんだ、マジで聞いたこともないのか。関わったら最後、必ず最悪に見舞われるって話だ。それでつけられたあだ名がヒューマノイドタイフーンって。そんな化け物みたいな人間いるわけないじゃないですか。でも私どんな理不尽にも絶対負けませんからね。まあたとえ何年かかってもスクープ必ず見つけ出して。先輩いたっぽいぞ。え、こりゃバドラド団の手打ちだな。ああこっちの死体もひでえもんだ。取れちゃった。気になる。どうかな、行くぞ。なあ、ちょっと待って。でも、ほっとくわけにもいきません。お前な。ありがとう。